ウマイア朝は、イスラム史上最初の世襲イスラム王朝である。大食、または、カリフ帝国やアラブ帝国と呼ばれる体制の王朝の、一つであり、イスラム帝国の一つでもある。イスラームの預言者ムハンマドと不相同じくする、クライ種族の名門で、メッカの指導層であったウマイア家による、世襲王朝である。第四代政党カリフであるワリーとの構想において、 660年自らカリフを名乗ったシリア総督ムアーウィアが661年のハワーリジュ派によるアリー暗殺の結果カリフ位を認めさせて成立した王朝首都はシリアのダマスカスムアーウィアの死後時代以降のカリフをウマイア家の一族によって世襲したためムアーウィアからマルワーン2世までの14人のカリフによる王朝をウマイア朝と呼ぶ 750年に、アッパース朝によって滅ぼされるが、ムアーウィアの後衛の一人アブドア・ラフマーン一世が、イベリア半島に逃れ、あとウマイヤ朝を建てる。非ムスリムだけでなく非アラブ人のムスリムにも、ズインミーとして、人頭税と地層の納税義務を負わせる一方、ムスリムのアラブ人には免税となる、アラブ市場主義を敷いた。また、D12 世や、液電制の整備、 行政用語の統一やアラブ貨幣駐造など、イスラム国家の基盤を築いた。カリフくらいの世襲制をした、最初のイスラム王朝であり、アラブ人でムスリムである集団による、階級的な異教異民族支配を、国家の統治原理とするアラブ帝国である。また、うまいやけがある時期まで予言者。 ムハンマドの戦況に抵抗してきたという事実、また口述のカルバラーの悲劇へ上にシーア派からは複雑な感情を持たれているといった事情から、今日、ヒアラブを含めたムスリム全般の間での評判は、必ずしも、かんばしくない王朝である。イスラム世界の領土拡大、ムハンマド下における、領土拡大、622-632、政党カリフ時代における、 領土拡大、632-661、ウマヤマ朝時代における、領土拡大66、661-750予言者、ムハンマドの時代は、アラビア半島のみが、イスラーム勢力の範囲内であったが、政党カリフ時代には、シリアエジプトペルシャが、ウマヤ時代には、東は、トランスオクシアナ、西は、モロッコイベリア半島が、勢力下に入った。年、 ムアーウィアと同じうまいやけの長老であった第三代カリフ・ウスマーンがイスラームの理念を政治に反映させることなどを求めた若者の一団によってマディーナの指定で殺害されたウスマーンの死去を受けマディーナの古参ムスリ村に押されたアリーが第四代カリフとなったがこれにムハンマドの妻であったアーイシャなどがイラクのバスラを拠点としてアリーに反旗を翻し 第一次内乱が起こった。両者の抗争は656年12月のラクダの戦いにおいて頂点に達し、アリーが勝利を収めた。その後クーファに今日定めたアリーはムアーウィアに対して、忠誠の誓いを求める書簡を送ったが、ムアーウィアはこれを無視した上に、ウスマーン殺害の責任者を引き渡すよう要求し、これに起こったアリーはシリアに攻め入った。 ムアーウィアはシリア中東軍を率い、六百657年にスイフフィーンの戦いでアリー率いるイラク軍と戦った。しかし戦闘の決着はつかず、和平調停が行われることとなった。この中で、和平調停を批判するアリー陣営の一部は戦線を離脱し、イスラーム史上初の文派であるハワーリー呪派となった。和平調停もまた決着がつかないまま長引いていたが、 660年、ムアーウィアは、自らがカリフであることを宣伝した。ムアーウィアとアリーは共にハワリジュ派に命を狙われたが、アリーのみが命を落とした。アリーの後継として押された、アリーの長男であるハサンは、ムアーウィアとの交渉の末多額の年金と引き換えに、カリフの継承を辞退し、マディーナに陰性した。ムアウィアは、ダマススで、ほとんどのムスリムから、 中世の誓いであるバイアを受け、正式にカリフとして認められた。こうして第一次内乱が集結するとともに、ダマスクスを都とするマイア朝が成立した。第一次内乱が集結したことに伴って、ムアーウィアは、正当カリフ時代より続いていた大征服活動を展開していった。ムアーウィアは、 ビザンツ帝国との戦いに全力を尽くし、674年から6年間、コンスタンティノープルを海上封鎖した。また、東方ではカスピ海南岸を征服した。しかし、彼は軍事や外交よりも内政に意を持ち、政党カリフ時代にはなかった、様々な行政官庁や秘密警察や、親衛隊などを設立した。 ウマイヤ朝の重要な制度はほとんど彼によって、その基礎が築かれた。ムアーウィアの後継者としては、アリーの次男であるフサイニア・ウマルの子などが押されていたが、体制の存続を望んでいた。シリアのアラブは、ムアーウィアの息子であるヤズイードを後継者として押した。ムアーウィアは、他の地方のアラブたちを説得、買収、脅迫して、ヤズイードを直カリフとして認めさせた。 ムアーウィアの死後、ヤズイード一世がカリフイを継承した。これは多くの批判を生み、アリーの次男であるフサインは、ヤズイード一世に対して放棄をしようとした。680年10月10日、クーファに向かっていた70人余りのフサイン軍は、ユーフラテス川西岸のカルバラーで4000人のウマイア長軍と戦い、フサインは殺害された。この事件は、 カルバラーの悲劇と呼ばれ、シーア派誕生の契機となった。ヤズイード一世は、カリフ位を継いだ3年後、683年に死去した。シリア中東軍は、彼の息子である、ムアービア二世をカリフとしたものの、彼は十代後半という若さだった上に即位後わずか20日ほどで、死去した。これを後期として捉えた、イブンアズズバイルはカリフを宣言し、 ヒジャーズ地方やイラク、エジプトなど、ウマイア家の支配に不満を抱く各地のムスリムからの中世の誓いを受け、カリフと認められた。これによって10年にわたる第二次内乱が始まった。第二次内乱中の685年にはシーア派のムフタールア、イコールサカフィーが、アリーの息子でありフサインのイボ兄弟である。 ムハンマドイブンアル・ハナフィーヤをイマームでありマフディーで、あるとして担ぎ上げた上で自らを、その第一の僕とし、クーファにシーア派政権を樹立した。これによって、第二次内乱は、三つどもへの戦いとなった。ムフタール軍は一時は、南イラク一帯にまで勢力を広げたものの、2年後の687年には、イブンア、 イコールズバイルの弟であるムスアブが、ムフタールを殺害し、クーファを制圧したことで鎮圧された。ウマヤマチョウジミエでは、ムアーウィア2世が、カリフ即位後わずか20日ほどで死去し、マルワーン1世が、カリフ位を継いだ。これによって、ムアーウィアから続く、スフヤーン家のカリフは途絶え、今後は、マルワーン家がカリフを継ぐようになった。 そのマルワーン一世もカリフ就任後およそ2年で死去したため、ウマイヤ朝陣営は反撃の体制が整わなかった。すでにイブンア、イコールズバイルは、ウマイヤ朝のおよそ半分を支配下に置いていた。しかし、第5代カリフに就任したアブドゥルマリクは、ビザンツ帝国に金を払って、矛先を避けさせることで政権を安定させ、戦闘能力の高い軍隊を組織して、イブンア、 イコールズバイルへの反撃を開始した。自ら軍勢を率いて、イラクへ向かったアブドゥルマリクは691年に、ムスアブを破って、クーファに入った。また、692年には、ハッジャージュブ文ースフを、討伐軍の司令官に任命した。ハッジャージュは7ヶ月にわたる、メッカ包囲戦を行い、イブンア、イコールズバイルは戦死した。これによって十年にわたる、 第二次内乱は、ウマイヤ朝の勝利で収束した。第二次内乱後のアブドゥルマリクの12年の治世は、平和と繁栄に恵まれた。彼は祖税を司る役所である、リーワーンアルイコールハラージュの公用語を、アラビア語とし、クルアーンの勝負を記したイスラーム発の貨幣を発行、地方と都市とを結ぶ、駅伝性を整備するなど、後世の歴史家によって、組織と、調整と呼ばれる、 中央集権化を進めた。694年、アブドゥルマリクは、アッ、イコールズバイル討伐で功績を挙げたハッジャージを、イラク総督に任命した。ハッジャージは、特にシーア派に対して、過酷な統治を行い、多くの死者を出した一方で、イラクの治安を回復させた。アブドゥルマリクは、カリフイを、息子のワリード一世に継がせた。征服戦争は、 彼の知性に大きく進展した。馬山朝軍は北アフリカでの征服活動を続けた後、ジブラルタルからヨーロッパに渡って西後東国軍を破り、アンダルスの全域を征服した。その後、ヨーロッパ征服は732年にトゥールポワティエ間の戦いで破れるまで続いた。また、中央アジアにおいてもトルコ系騎馬民族を破って、ブハラやサマルカンドといった。 ソグド人の都市国家、ホラズム王国などを征服した。これによって、中央アジアに、イスラームが広がることとなった。中央アジアを征服する過程では、マワーリーだけでなくヒムスリムの兵も軍に加えられ、これによって、軍のヒアラブ化が進んだ。この時代になると、イスラームに改修して、マワーリーとなる原住民が急増し、ミスルに移住して軍への入隊を希望する者が増えた。 また、アラブの中でも従軍を忌避して原住民に同化するものが増えた。これを受けて、ウマル二世はアラブ国家からイスラーム国家への転換を図り、兵の採用や徴税などにおいて、すべてのムスリムを平等とした。これによってアラブは原住民と同様に、後にハラージュと呼ばれる土地税を払うことになった。彼は今までのカリフで初めてズインミーに。 イスラームへの改修を奨励した。ズインミーは、喜んで改修し、これによって、ウマイヤ朝はジズヤからの税収を大幅に減らした。また、ウマル2世は、コンスタンティノープルの攻略を目論んだが失敗し、人的資源と装備を大量に失った。彼は、アラブの間に、沿線機運が蔓延していることから、征服戦争を中止した。 生まル二世に続いたカリフの知性では、不満が品質し、反乱が頻発することとなった。ヤズイード二世の即位後、すぐに、ヤズイード、ブン・ムハラブによる反乱が発生した。この反乱はすぐに鎮圧されたが、ウマイヤ朝の文局化は、次第にテンポを早めた第十代カリフとなった、ヒシャー・ムイブン・アブドゥル・マリクの知性は、ウマイヤ朝が、最後の輝きを見せた時代であった。 彼は、経済基盤を、健全化し、それを実現するために、先制的な支配を強めた。しかしながら、ヒシャームは、周り問題を解決することはできず、また、口述する南北アラブの対立が表面化した。また、ヒシャームの知性では、中央アジアにおいて、トルコ人の独立運動が活発になった。その中の一つである、イケルロクが率いた、突起せには、 イラン東部のホラーサーン地方のアラブ軍も加わった。744年、ワリード2世の統治に不満を抱いたシリア軍が、ヤズイード3世の下に集って、反乱を起こし、ワリード2世を殺害した。ヤズイード3世は、第12代カリフに擁立されたが半年で死去し、彼の兄弟であるイブラーヒームが、第13代カリフとなった。その直後、 ジャズイーラとアルメニアの総督だったマルワーン2世がワリード2世の復讐を掲げて軍を起こした。彼の軍はシリア軍を破りイブラーヒームはダマスクスから逃亡した。これによってマルワーン2世が第14代カリフに就任したアブームスリムの新軍ルート。緑がウマイヤ朝のハント。680年のカルバラの悲劇以降シーア派は ウマイヤ朝の支配に対しての復讐の念を抱き続けた。フサインのイボ兄弟にあたる、ムハンマドイブンアル・ハナフィーヤこそが、ムハンマド及び、アリーの正当な後継者であるという考えを持つ、シントのことをカイサーン派と呼ぶ。ムフタールの反乱は692年に鎮圧され、マフディーとして建て祭られた、イブンアル・ハナフィーヤは、700年に、ダマスカスで死亡した。 しかし彼らは、イブンアルハナフィーヤは死亡したのではなく、しばらくの間、姿を隠したに過ぎないという、いわゆる、隠れイマームの考えを説いた。カイ解ン派は、イブンアルハナフィーヤの息子であるアブーハーシムが、イマームの地位を継いだと考え、闘争の継続を訴えた。さらに、アブーハーシムが死亡すると、そのイマームイは、預言者のおじの血を引くアッバース家のムハンマドに、 伝えられたと主張するグループが登場した。アッバース家のムハンマドは、ヒジュラ歴100年、各地に秘密の運動員を派遣した。ホラーサーンに派遣された運動員は、ササン朝時代に異端として弾圧されたマズバク教の勢力と結び、現地の支持者を獲得することに成功した。747年、アッバース家の運動員であるアブルムスリムが、 ホラーサーン地方の都市メルブ近郊で巨兵した。イエメン族を中心としたアブームスリムの軍隊は翌年2月メルブの占領に成功した。アブームスリム敗下の将軍カフタバイブンシャビーブアイコールターはニハーバンドを制圧後イラクに進出し749年9月クーファに到達した。749年11月クーファでアブーアルアッバースは 中世の誓いを受け、反ウマイヤ家の運動の主導権を握ることに成功した。750年1月、ウマイヤ朝最後のカリフ、マルワーン2世は、イラク北部、モンスル近郊のダイザーブ側に軍隊を進め、アッバース軍と交戦した。士気が衰えていた、ウマイヤ軍は、アッバース軍に敗れ、マルワーン2世は手勢を率いて逃亡した。 750年8月、彼は上エジプトのファイウムで殺害された。これによって、ウマイヤ朝は滅亡した。カリフイ・ウマイヤ朝によって、カリフ制度は、王朝的支配の原理として確立された。ウマイヤ朝において、カリフイは、ウマイヤ家の一族によって占められ、なおかつ14人のカリフのうちムアーウィアを含めた4人は、子に、カリフイを譲った。 後に発展したスンナ派の政治理論では、政党カリフ時代は、共同体による選出と統治委任の誓いによって、統治に正当性が生じていたとされており、ウマイヤ朝はこの理論から逸脱している。しかし、島田は、アラビアでは、課長の地位が、父から子に伝えられた事例は多く、カリフの不死継承は、 うまいや家の家長としての地位を譲ることを国家制度の領域にまで拡大させたことであるとしている。うまいや町のカリフは全員がうまいや家の一族だが、最初の三代のカリフと残りの十一代のカリフは、うまいや家の中の異なる家系に属している。ムアーウィアから第三代カリフである、ムアーウィア二世までは、ムアーウィアの父であるアブスフヤーンにちなんで、スフヤーン家と呼ばれ、 第四大カリフであるマルワーン一世以降のカリフは全員が彼の子孫であるためマルワーン家と呼ばれた。意思決定政党カリフであったアブーバクルやウマルは重要な意思決定の際にムハージルーンの長老らに意見を求めていた。この一種の合議性はマディーナ時代には有効に作用したもののムアービアはダマスクスにと置いたためムハージルーンの意見が 政策に反映されることはなくなり、カリフが自ら政策を決定できるようになった。カリフの私的な諮問機関として、アラブ有力部族の族長会議であるシューラーと、代表者会議であるウッフードが設けられ、必要に応じて召集されたが、これは説得と同意を取り付ける場に過ぎなかった。これは、ムアーウィアとヤズイード一世の時代において、有効に機能したと言われる。 政党カリフ時代には、行政官庁にあたる者はウマルが創設した、ムカーティラの登録と報給の支払いをつかさどワ D1 があるのみだったが、ウマイヤ朝初代カリフであるムアーウィアは、これを、ディワ D1 ある順度と改名した上で、租税の徴収をつかさどワ D1 あるイコールハラージュや、カリフの書簡を作成する D1 ある、イコールラサ、それを保管する、ディ d ンアルハーを設立した。 これらのうち、D1 アルジュンドと D1 アルイコールハラージュが国家機関のほとんど全てであった。これらの中央官庁は行政州に出先機関を持ち、それらの司書は行政州の管轄に置かれた。D1 アルジュンドなどの行政官庁ではアラビア語が用いられていたが D1 アルイコールハラージュでは各地の言語が用いられていた。 第五大カリフであるアブドゥルマリクは改革に着手し、697年には彼の指示を受けたハッジャージュがイラク州の官庁で用いられていたペルシア語をアラビア語に変える命令を下した。また、700年にはシリアでギリシア語から、705年にはエジプトでコプト語から、742年にはイランでペルシア語から、それぞれアラビア語への切り替えが行われた。 こうした行政言語の切り替えによって艦長で働く役人も各地の随務員に代わってアラブ人が徴用されるようになった。大征服が行われるにあたりカリフに任命された遠征軍の司令官は進路や作戦行動などをすべて一任され政府は基本的にこれに干渉しなかった。またそれぞれのミスルの軍の征服地がそのままミスルの行政や 朝税の範囲となり、行政州が形成された。司令官が行政州の総督となり、ミズルは行政州の首都となった。これによって、ウマイヤ朝は各行政州単位の地域連合となった。各州の総督はカリフにより任命されたが、シリア州のみは首都州としてカリフの直轄地となった。総督はカリフの代理として、集団礼拝の指導や、 遠征軍の派遣、カーディの任命、治安維持などの任についた。総督はアルメニア、イエメン、イラク、エジプト、キンナスリーン、ジャズイラ、パレスティナ、ヒムス、マディーナ、マッカ、ヨルダンなどに置かれた。マディーナやアルメニアといったビザンツとの国境地帯の総督にはカリフの親族が徴用されたが、 アブドゥルマリクやワリード一世の時代を除くと総督にカリフの親族が徴用されることはほとんどなかった。ウマイヤ朝の中期以降イスラームの司法制度が整えられた。これは各行政州にカーディが任命されたことを指す。政党カリフ時代においてカーディは司法高校の管理者や部族間紛争の調停者に過ぎなかったが、 ウマイヤ朝の第二次内乱以降は裁判官としての面が現れ、ウマイヤ朝の末期までには全国に任命された。しかし、当時は司法権は行政権のもとにあったため、カーディの判決はカリフや総督によって覆されることがあった。裁判官としてのカーディの出現はイスラームを生活の規範として確立させ、イスラーム法の体系化と成分化へとつながった。 現在のイスラーム法では、ジズヤは、人頭税、ハラージュは、地租税を指すが、ウマイヤ朝時代には、このような区別はなく、行政用語では、ジズヤ、旧サーサーナサ支配下では、ハラージュと呼ばれていた。しかし、人頭税と、地租税はそれぞれ、首のジズヤ、または、首のハラージュ、土地のジズヤ、または、土地のハラージュと呼ばれて区別されていた。 生まれ二世は回収したズインミーからの租税の徴収の免除を行った。この際に彼はジズヤの免除と言ったため、この時初めて人頭税がジズヤ、地租税がハラージュであるというイスラーム法の用語が確定した。ハラージュは、高地面積に応じて、貨幣と現物との二本立てで、村落共同体単位で徴収された。 現物での徴収は収穫のほぼ半分に及んだという。こうしたジズヤやハラージュは、ヒムスリムであったズイミーに課されており、アラブ人地主などは、ウシュルと呼ばれた10分の1税のみを収めていた。重税に苦しんだヒムスリムの農民は土地を捨てて、周辺のミスルに流れ込み、イスラームへ回収した。こうした回収者は、マワーリーと呼ばれる。彼らは、 移住先のミスルで貴重な労働力となったが、その一方で農民が減ったことで税収が減り、政府は財政の基礎を守るため彼らを元の村に強制的に追い返した。八大カリフである、ウマル二世はイスラームへの改修を自由に認めた上で、ミスルへの移住や、マワーリへの放給の支給を決定した。しかし、こうした改革は、かんばしい結果はもたらさなかった。 マワーリーはミスルで生計を維持することができなかったため結局農村に泊まって中税を払って生きるほかなくむしろ現場の徴税間の間に混乱が広がって税収は帰って減少した古代のアラブはイエメン地方に住んでいた南アラブ族とシリアなど北部に住んでいた北アラブ族の大きく二つに分けられておりそれぞれ古代南アラビア語と古代北アラビア語 南アラビア文字と古代北アラビア文字など異なる言語や文字、文化を持っていた。両者はイスラームが起こる前から入り混じって生活していたが、ムアーウィアが遠いたダマスクスがあるシリアには南アラブが多く住んでいた。彼は南アラブのカルブ部族の女性と結婚し、その子であった。 ヤズイド一世もカルブ部族の女性と結婚して、南アラブとの親善関係を保つことに努めた。しかし、核、ミスルでは、アラブの系譜意識が深まり、自らの羊で、政治的な党派が作られるようになった。この南北アラブの党派争いは、総督の地位をめぐって争われ、カリフの選出にも影響を及ぼした。 うまい野鳥が実現させたパクスイスラミカの中で、ムスリム商人は、経済力をつけ、中央、アジアやインド、東南アジア、中国へと活動を広げた。695年に中造された、アラブビザンチン様式ファルスーカアラブによって、征服された後も、東部のイランやイラクなどでは、サンサーン朝時代に用いられていたディルハム銀貨が、流通しており、西部のエジプトやシリアでは、 ビザンツ帝国時代にディーナー,ール金貨が流通していた。しかし、東西を結ぶ流通が活発になり、経済が発達するにつれ、旧来の貨幣システムでは対応できない状況になった。695年、第5代カリフであるアブドゥルマリクは純粋なアラブ式貨幣を鋳造して流通させることを決定し、表にクルアーンのショークを裏に、 自らの名を刻んだ金貨と銀貨を発行した。新貨幣にクルアーンのショークが刻まれたことで保守派の宗教家がこの貨幣の発行に反対したが一時的なものに終わった。この貨幣の発行により貨幣経済の進展は加速され官僚や軍隊への報給の支払いも現金で行われるようになった。青年男子のアラブ人ムスリムはリーワーン・アルジュンドで ムカーティラとして登録された。総督は、軍事活動の必要が生じた際に登録台帳に、従って、ムカーティラを徴兵し、出動させる権利があった。ムカーティラは、この徴兵に従う代わりに、現金報給であるアターや現物報給であるリズクを、受け取る権利を与えられた。こうした報給は膨大な額であったが、これらの大部分は、 ズインミーから徴収したハラージュでまかなわれていた。ウマイア朝はイスラーム王朝であったが、住民のほとんどはムスリムではなかった。キリスト教が主流だったシリアやエジプトでは、キリスト教がビザンツ帝国の政治と切り離されたことで、異端とされていた愛称論破が主流となり、シリア正教会やコプト正教会が形成された。イラクでも、 異端とされていたネストリウス派が勢力を拡大させた。サーサー・アン・アサの支配地だった。イランなどでは、ゾロアスター教が主流だった。しかし、サーサー・アン・アサの滅亡とともに、宗教組織が消滅し、ゾロアスター教は、急速に衰退していった。いずれの非支配地域においても、ビザンツ帝国やサーサー・アン・アサなど、当時の政治権力と結びついていた。 宗教組織が消滅し、民衆と結びついた宗教組織が成立していった。ウマイヤ朝の末期近く、シリアでカダル派が誕生した。カダル派は人間は自由意志を持っており、自分の行動に責任を持っていると主張し、人間は自分の行為を想像するという行為の想像を中心的なテーゼとして掲げた。 ウマイヤ朝の支配を受け入れたカダル派は、ウマイヤ家を廃教者とするハワアリジュ派と激しく対立した。また、ハワアリジュ派と対立する学派として、ムルジア派が存在した。彼らは、何の落ち度もないうちから、ウマイヤ家を正当でない支配者と決めつけるべきではないが、クルアーンの規範に背いた場合は厳しく非難すべきだと、した。また、信仰による罪の救いを強調していた。 この学派の支持者には後に、イスラーム法学という学問分野を開拓したアブー、ハニーファがいた。バースイルイブンアターは、穏健なムータズイラ学派を創始した。この学派は、人間の自由意志を重視し、全ムスリムの平等を主張したという点ではカダル派と同じだったが、ムータズイラ派は、 神の公正さを強調し、自分のために他人を利用するムスリムに対しては、非常に批判的だった。この学派は、その後100年にわたって、イラクの知識人世界で主流となった。イスラーム法学は、内乱後に生まれた不満に起源を持つ。人々は、ウマイア朝による、統治の問題点について話し合い、イスラームの心情に従って、 社会を運営する方法を議論していた。バスラやクーファ、マディーナ、ダマスクスでは初期の法学者が各地に即した法制度を提案したが、クルアーンには法律的な要素がほとんどなかった。そのため一部の法学者はハディースの収集を始め、別の法学者は自らの街のムスリムが実践している観光を遡って、 何が正しいのかについての知識を得ようとした。カイラワーンの大モスクダマスカスのウマイアモスク、現在でも利用されているモスクとしては最も古いものの一つであり、規模も最大級である岩のドームアンジャルイラク地方のバスラやクーファでは移住者によって様々なアラビア語方言が話されており、共通語としての文語を確立するために二つの町の学者はそれぞれ学派を形成して、 文法の精緻さを競った。サーサーン朝時代のイラン南西部には、ホッスロー一世が設けたギリシア学術の研究所があり、ガレノスの医学書やアリストテレスの論理学などをシリア語に翻訳させていた。この地域を支配したウマイア朝は、こうしたシリア語の訳書をアラビア語に翻訳していた。しかし、ウマイア朝において、これらの学問は、初歩的な段階に止まっていた。 ウマヤマ町時代は、初期イスラーム建築が建設された時代である。サーサーに朝の影響を色濃く受けているが、首都がダマスカスに置かれてこともあり、ビザンティン建築の影響もわずかながら受けている。ウマイヤ町時代に建設され、現存する建築物の代表格が、ダマスカスに残るウマイヤドモスクとエルサレムの岩のドームである。岩のドームは、 第5代カリフ・アブドゥル・マリクによって692年によって建設され692年に完成した。イランのタイル職人やビザンツのモザイクしエジプトの木彫り港などが建設に加わり様々な文化が融合した建築になっている。また大征服を展開する中で新しい都市が建設された。その中でもウマイヤ朝時代の建築が残るのが 670年に建設された北アフリカのカイラワーンである。ヨルダンには未完成で建設を放棄したムシャッタ宮殿がある。10世紀中与のアッバース長期に成立し、イスラーム成立以降の音楽と歌手に関して伝える唯一の歌手殿である。歌手には97人の歌手が掲載されており、このうち32人が馬や長期に活動した。マーバドや、 イブンスライジュ、イブンアーイシャなどは、第9代カリフである、ワリード1世から第11代カリフである、ワリード2世の時代を中心に、宮廷歌手として、カリフに長愛された。また、生まる2世やワリード2世といったカリフたちも、作曲家として、名を連ねている。歌手に掲載されている歌手たちの一部は、サンサーアンチョやビザンツの音楽を学んだ後に、 ウマイヤ朝の宮廷で活躍していたとされており、箇所の成立時には、ウマイヤ朝の宮廷音楽の起源は、サンサーン朝やビザンツの音楽にあると考えられていたという。ムアーウィア・ヤズイード一世、ムアーウィア二世、マルワーン一世、アブドゥルマリク・ワリード一世、スライマーン、百十五年。七百十七年生まれ二世、ヤズイード二世、ヒシャーム・ワリード二世、 ヤズイード3世、イブラーヒームマルワーン2世。ありがとうございます。